皆様、いつも一般社団法人落語協会のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。またこの度は、コロナ禍の中、演芸、そして寄席に足を運びたいお客様、いろいろとご不便をおかけいたしました。いよいよ7月になりまして、本格始動いたしております。今日は私、一般社団法人落語協会理事広報担当でもあります、私が司会進行させていただきまして、もろもろですね、会長からご報告をさせていただきたいと思います。まあ皆さんもご案内の通り、コロナ禍の中、笑いがいかに大切か、そして演芸の素晴らしさ、そして生で見るライブ感、これの大切さというのを、我々も分かりました。そしてお客様も痛切に感じていただいていると思います。さあ、ということでまずはこんなことをいろいろと考えております。会長、よろしくお願いをいたします。7月ですよ、会長。お元気ですか。お久しぶりでございます。どうも。本当にね、まあ思いもしなかったことが起きて、皆様方も不自由な生活でね、大変だったと思います。もうこれは世界中みんなそうだったわけでして、まあそうだったと言いまして、これからもね、まだまだ大変ですけども、広報の太平さんからお話がありました通りで、4月のあれは3日でございました。あの日を最後に、全ての寄席が平常になりました。これはね、本当に苦渋の決断だったんですけれども、お客様の命をまず第一に、お客様に感染の危機がどんどん来てましたので、もうこれはいけないというところで、みんなで相談して決めました。ところがちょうどね、はい、落語協会では真打ちの昇進披露を新宿の末広亭でやっておりまして、まあそれが断ち切れになりましてね、仕方ないとはいえ、真打ちになったばかりの若い者たちにとりましては大変な、ショックでもありね、我々も残念でございました。そうですね、はい、おかげさまで6月の1日から新宿の末広亭と、それから浅草の演芸ホールは、制限をつけてありますが開場いたしました。で、いよいよ今日7月1日から上野鈴本演芸場、それから池袋演芸場が再開場となります。4席上席がね、はい、揃いました。良かったですね。嬉しいことで、はい、つきましては4月に、中断しておりました、新しい真打ちの披露興行を、今度まあやり直しと言いましょうかね、新たに、大体公演として8月の1日、はい、これが8月の上席が新宿の末広亭の夜の部でございます。で、8月の中席、11日から20日まで浅草演芸ホールの夜席、そして21日から下席でございます。30日まで池袋演芸場の昼席で、それぞれ、披露をすることになりました。上野の鈴本はね、はい、もう3月の下席に、2日お休みいただいたんですが、とりあえず住むことができましたので、今回はその3席、8月を暑い最中なんですけれども、お客様方にも、ね、真夏のこの披露ってのは珍しいことで、ね、ですね、はい、お客様にもね、まあこれがまたね、どうぞ皆さんこぞって大勢でってこう言えないところが辛いところなんですけれども、 そこはまあ、はい、なるべくね、お客様方に負担のないように、そして、新しい真打ちの上り坂の芸も見ていただきたいと思って、ここでご紹介をいたします。8月の上席より、令和2年春新真打ち5名の振り替え興行が行われます。上助、一茶、周華、流星、河川、5名です。そして9月下席からは会長、はい、ダブル襲名でございます、はい、三遊亭金時改め5代目三遊亭金馬襲名、そして、現4代目金馬の金王襲名と、はい、これまたねいいですね、親子でね、襲名で金馬師匠ね、はい、今年91歳、素晴らしい、ますます元気、は
はい、ね、はい、でここでね、まあ、弟子であり、子供でありますが、金時さんに、その名前を譲って、自分は金王となってね、はい、でこの、2人の襲名でございますから、どうか一つね、皆さんも応援してあげてください。金王師匠はですね、連日というわけには出演参りませんので、もし親子で見たいという方はですね、前もってこのホームページから調べていただきますと、金王師匠の出演日がわかることになっておりますので、ぜひそのようにしてお越しいただきたいなと思っております。下を向いてしまいがちなコロナ禍の中、一般社団法人落語協会は次から次へとですね、皆さんに笑顔の花火を上げ続けたいと思います。令和3年3月下関より5名の真打ち誕生を予定いたしております。はい、会長。はい。もしよかったら会長も。それではその5名、すいません。もういいです。5名発表お願いします。はい。ね、めでたい5人が真打ちになります。はい、三遊亭スイカ、改め弁財亭泉、はい、これまたね、はい、新しい名前ですね、はい、これはカルタモンカのスイカちゃんでございます、そして師匠のお弟子さん、私の弟子、はい、竜亭一恵、まだ名前決まっておりません、はい、名前が変わるかも、はい、はい、それから三教門下、はい、柳家小太郎、改めこれが柳家喜三郎という名前。これは、ね、山田喜三郎、ラフに出てくるその喜三郎から来たんですかね。喜三郎ですかね。はい。そして小長門下春風亭小太郎、これが久々の復活でございます。大きな名前ね。はい。九代目春風亭流志、これを襲名いたします。はい。それから炎上門下三遊亭目黒。これもまだ名前決まっておりません。このまま行くか変えるか、今の時点ではちょっとまだ、不明でございますけれども、昇進は決定でございます。はい、はい、ぜひまた来年の春の真打ち昇進披露興行も皆さんお出かけくださいませ。そして会長の一問の中で、はい、改名が今回ありますよね。はい、今日7月1日付で小遠志師匠がですね、新規一点、名前を変えるということで、新しい名前でございます。柳屋三遊、ひらがなのね、三、そして、遊ぶという字で、柳で三遊だからね、面白いですね。洒落てますよですね、あの兄さんらしいところね、はい、確かにね、もう芸風もね、はい、非常に武士軽くてね、はい、で袖から見てるとね、死んだ私の師匠の五代目小さんに、まあ、実によく似たところ、ね、このほっぺたの加減とかね、はいはいはい、ほっぺたの震え具合とかね、実によく似てるんで、だんだん嬉しくなりますけどね。そういうわけで、こちらもよろしくご指摘くださいますようにお願いをいたします。はい、よろしくお願いします。今日7月1日から都内の4件の寄席は、平常に戻りました。まあ、しかしながら、客席、こちらの方はですね、密にならない程度に配慮いたしてございます。またマスクの着用、そして、手洗い、皆さんのですね、手の、消毒なども、万全に皆さんの安全を期して、お出迎えさせていただきたいと思います。こういう時期だからこそ、ぜひ寄席にお出かけくださいまして、大いに笑って、そして心を晴れやかにしていただければと思っております。一般社団法人落語協会からのお知らせでございました。会長、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ダーン。